俺、高橋美咲、現在三橋大学在学中。兄ちゃんの友達で超売れっ子小説家、宇佐美秋彦大天帝ことうさぎさんの家に居候を始めて早3年。この春無事4年生に進級できることになりました。俺もちょっとずつ進歩してるわけなんだけど、うさぎさん、そんな何の変化もない日常がいつまでも続くと思っていた。だけど少しずつ状況は変化していて。美咲、言っておくが、俺はお前を手放すつもりはない。お前は純情ロマンチカ3、7月より放送開始予定。ってまたテレビでやんのかよ。拙い言葉でも君に伝えたいと願う気持ち、何も変わらないから、うまくは